はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ソニーユーザー大歓喜でございます。はい、今回はソニーの、ね、新型のレンズを、レビューしていくんですけども、本日今発表されたばかりの新商品となっております。今回先行レビューということで、一足早くですね、こちらのレンズ、お借りしましたので、実際にもう使ってあります。どんな感じで撮れる、どういうレンズなのかっていうところですね、紹介していきたいと思います。で、今回レビューをしていくのが、こちらのレンズになっております。はい、今 α7-4 に装着しているこちらのレンズ、こちらがですね FEPZ1635mmF4G というレンズになってます。はい、ということで簡単に言うとですね、 16mm から 35mm までの、ズームができるレンズになっています。かなり広角のレンズになってますので、この自撮りとか Vlog 撮影とかにめちゃくちゃぴったりなレンズになってます。つまり YouTube の撮影とかそういった用途でもドンピシャで使えますし、風景写真とかスナップとかですね、いろんな用途で使えます。はい、今回こちらですね、じっくりと、使ってみたので、作例もちょっとね撮ってきましたので、それも踏まえてですねレビューしていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ということで今回こちらのレンズなんですけども、まず 16mm から 35mm を F4 でカバーしています。ソニーには過去にですね、この 16mm から 35mm の F4 っていうレンズはありました。並べてみるとこちらになります。こちらがザイスのですね、過去に発売されている、まあ、今出てるレンズになるんですけども、もう見ての通りですね、小型化しております。まあ、かなり小さくなって、さらに持ってみた時の重量感が全然違います。こちらソニー調べになりますが、この 35mm のフルサイズセンサー対応の、ズーム全域開放の F4 のレンズとしてですね、これ世界最軽量の広角ズームレンズということです。これが2022年3月時点ということになります。なのでもちろんこの既存のレンズと比べてもめちゃくちゃ軽いです。なので軽いってことはですね、この手持ちした時の負担が減るので、まあ、長時間の撮影とかで Vlog とかに向いてるんですよ。あとは持ち歩いてる時のこの重さとかもね、軽減されてますので、まあ、機動力が高いというのがポイントです。はい、そしてこちらのレンズのね、もう一つの特徴がですね、なんとこれパワーズームに対応しています。はい、これはめっちゃ珍しいんですよね。では、いわゆるパワーズームのレンズっていうのは、このシネマレンズとかにね、よく入っている、機能だったりします。ではこういった既存のレンズっていうのは、こう、リングをこう回して、まあ物理的にこう、ズームをしていくっていうね、形になるんですけども、今回のレンズはこちらにズームのレバーがついてます。で、このレバーを押したり引いたり、することで、電動でズームしていきます。ズームをしていくときはですね、このインナーズームとなります。まあ、内側で、ズームされていく形になりますので、このレンズがね、こうグッと伸びたりとか、そういうこともないんですよ。はい、これがすごいポイントです。まあ、ちょっとパワーズームに関しても後ほど触れます。で、さらにこちらですね、G のロゴがついてます。まあ、ソニー純正レンズの中でも、特にですね、描写性能が高いですよっていう定評があるのが、この G レンズとなります。まあ、G がついてれば、まあ、解像感とかね、描写力が高いですよっていう、そういう証ということですね。なのでもちろんですね、このソニーの純正レンズになりますので、まあ、ソニーの、ね、カメラに装着した時に、この純正のボディの性能をですね、最大限に引き出してくれるレンズということになります。ちなみにソニーユーザーの方はですね、知ってる方も多いと思います。ソニーのカメラですね、例えばこちらのような、これ α7-4 です。こちらもですね、もちろん対応してるんですけども、アクティブ手ブレ補正にも完全に対応してますので、まあ、かなり強力な手ブレ補正が効きます。一応手ブレ補正ですね、歩いて試してみてるんですけども、一応こんな感じでね、使っていくことができます。これ、本当に完全に手持ちで歩いてるだけになるんですけども、いかがですか？本当にもう自分で見た時にも、ジンバルに乗せているんじゃないかって思ってしまうぐらいの、手ブレ補正がしっかりとこのボディで効くんですよ。なので本当気軽な装備で、このブレの少ない映像を撮るっていう時に、まあ、適してます。もちろんこの α7-4 に入ってきた、このブリージング補正ですね、っていう機能も対応してます。フォーカスブリージングも出にくい設計になってますので、まあ、この辺もですね、撮影している時にありがたいポイントになります。動画ユーザーに嬉しいですね。まあ、こんな形でですね、まあ、ソニーのカメラの、まあ、本来の性能というか機能ですね、こちらを最大限に活かせるっていうのが、まあ、このソニー純正のレンズの強みということになります。まあ、うちもですね、レンズたくさんね揃えてますけども、まあ、レンズって本当にね、資産なんですよ。だからまあ、将来的に、まあ、レンズさえあればですね、まあ、新しいカメラが出たっていう時に、そのカメラを買った時に、その持ってるレンズをつけるだけでね、いろんな撮影をすぐに開始できるので、まあ、ちょっとビビッときたね、レンズがあったら、まあ、とりあえず持っとくっていうのがね、大事なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、ちょっとね、こちらのレンズね、細かいところいきます。このレンズですね、圧倒的に小型軽量なんですよ。まあ、それこそこちらですね、SEL1635Z ですね、このサイズのレンズと比べて、165g 軽くなってます。それって、手持ちした時にですね、かなり違いを感じるぐらいの重さなんですよ。
ということで、このレンズ自体の重さが約 353g ということになります。まあ、かなり軽いレンズになってます。はい。で、もちろんね、軽いんですけども、その撮れる画質にもかなりこだわりがあってですね、まあ、撮った写真とか動画のこの中心部からこの周辺部までしっかりと高い光学性能を実現しているということです。で、こちらのレンズですね、7枚バネの円形絞り、それから適切なこの球面収差の設計がされているということで、このしっかりとこのフルサイズセンサーならではのボケ感とかですね、そういったところも出せるレンズになってます。ただまあ自撮りをしている時にですね、背景をふわっとぼかすみたいなところも、まあ、ある程度いきます。こちら F4 というところになりますので、まあ、さらにボケ感を出したいよっていう場合は、1635の F2.8 の GM レンズとかね、まあ、より上位のレンズっていうのも存在するんですけども、こちらのレンズに関してはやっぱり軽量で機動力が高くて F4 っていうところが魅力なのかなっていうふうに思います。はい、じゃあちょっとパワーズームについてね、触れていきます。このパワーズームっていうところが個人的にはめちゃめちゃね、いいなと思ってるんですよ。はい。ちょっとね、お見せしていきます。今ここにレンズね、置いてあるんですけども、これが今 16mm の状態ですね。で、手ブレ補正オフにするとこんな感じですね。で、パワーズームをしていくときは、このサイドですね、ここにズームのレバーがついてます。W が広角側、で、T がズーム側になりますので、広角にしていきたいときは W 側にこう引っ張っていく。ズームをしていきたいときは T の方にこう引っ張っていくと、ズームができます。で、実際今、ズームの操作していても全く動いてないですよね。16mm から 35mm までズームしていきます。パワーズームです。じゃあまず一気にいきます。スピード感早くやるとこんな感じのスピードでズームができる。まあかなり早くね、ズームができます。ちなみにこのズームのスピードに関してはカメラ側で設定ができるということなので、もっと遅くしたいとかもっと早くしたいっていう時は設定で変えることができます。はい。で、じゃあですね、ゆっくりズームしたい時はゆっくり引っ張っていくんですよ。はい、そうするとこういう滑らかなズームができるんですよ。これを使うことによって、シネマティックな表現がですね、よりしやすくなるんですよね。全くブレがなく、まあ、こうゆっくりとね、ズームしていったりとか、逆にですね、こうゆっくりとね、こうやって広角にしていくことができますので、表現の幅がね、すごい広がるんですよ。例えば、ジンバルとかをね、乗せて使うときに、ドリーズームとかね、そういった、表現とかが、このレンズがあるとすごいしやすいというところです。で、このパワーズームしてるときですね、音一切鳴ってないんですよ。めちゃめちゃ静かなモーターになってますので、ズームをしているときに音がマイクに入っちゃうんじゃないかっていうね、そういう心配もいらない。この静粛性にはですね、正直ちょっとびっくりしました。そのぐらい静かです。こちらですね、ソニーの純正のシューティンググリップになってます。GPVT2BT っていうね、まあシューティンググリップということで、こちらに装着してですね、Bluetooth のリモコンとして使うことができます。これもうすでに装着されている状態。で、もちろんシャッターボタンですね、フォトとかビデオとかで録画の開始とか停止もできますが、このズームレバーがこのリモコンについているんですよ。はい、こちらのレバーですね。ちょっとね、お見せしていきます。このシューティンググリップのレバーをね、こう引いたりとかね、押したりすることで、今こっちのね、ズームできてますよね。つまり、パワーズームなので、このズームをですね、リモートでできるんですよ。はい。これもまた、表現の幅が広がるポイントになります。まあ、どうしてもね、普通のレンズの場合は、ズームしたいっていう時はもう直接こうやってね、レンズを回すしかないんですけど、もうリモートでズームができるってことです。ちなみにですね、まあ、この、シューティンググリップでもズームできますけども、ソニーのアプリですね、イメージングエッジモバイルっていうスマホ用のアプリがあります。そちらに接続をすると、アプリでもズームの操作ができます。なので本当もう遠隔でズームできるっていうのが、もうめちゃくちゃ魅力的なポイントになってます。まあ、その他の機能ですね、こちらのレンズは、3連リングとなってます。一番こっちのリングですね。こちらがフォーカスリングになってます。マニュアルフォーカスでフォーカスを合わせるときのリングですね。で、そちらが中央のリング。こちらがズームリングになってます。もちろんこのリングを回してズームしていくことも可能になってます。はい。ちなみにですね、このズームレバーに対応しているカメラですね。FX3 とかはこのズームレバーがついてます。あと ZV-E10 にもついてます。そのズームレバーを使って、まあ、カメラ側でズームをしていくってことも可能になってます。で、もちろんですね、このブリージングの補正の機能もついてますので、動画の撮影中にですね、フォーカスをずらしていった時の、このブリージングっていうのも出にくい設計になってます。実際こんな感じですね。はい、という感じで、まあ、ブリージングがかなり目立たないというところですね。ということで、まあ、実際にですね、撮影してみた素材がありますので、ちょっと写真とか動画ね、まず作例をね、ちょっと見ていただきたいと思います。こんな感じです。
はい、ということで今日の目的地の方に到着したので、ちょっとこれからね、写真と動画ね撮っていきたいと思います。どんな感じかな。今日これから自分で撮影するの初めてなので、ちょっと楽しみです。行ってみましょう。いやー、ということでこれマジで Vlog にめっちゃ使いやすいかもしれない。今一応アクティブ手ブレ補正入ってるんですけど、まあ手持ちで普通に持ってこんな感じのね画角で撮れてます。はい、アクティブ手ブレ補正が入ってる状態で、まあ、風景画をね、撮ってるんですけども、どうでしょうか。かなり見た感じね手ブレ補正が効いてるように思います。これ 16mm で撮影しています。お、開けてきた。いい景色っすね。これがですね、今回の一番広角ですね。このパワーズームがあるとこんな感じですね、じわじわっとズームしていくことができるんですよね。これって映像の幅がすごい広がるんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こんな感じになるんですけども、これねガチでねめちゃめちゃ使いやすかったです。ズームの操作がしやすいので、撮影中にですね、あ、ちょっと望遠しようとか、ちょっと広角にしようとか、そんな感じで操作をするときにですね、まあリングを回すのとはまた違った爽快感があるんですよ。でさらにこのズームしていくときのねスピードも一定にこう保つことができるので、まあ、正直このレンズがあるだけでも、まあ、普通のレンズを使うときとの表現の幅がもう1個も2個もですね増えていくんじゃないかなっていう、そういう気がします。機能的にはですねリニアレスポンス MF っていうね、機能にも対応してます。まあ、動画撮影時にマニュアルフォーカスも使いつつ、このピント送りとかですね、そういった表現も可能になります。オートフォーカスに関してもですね、もう、まあ、ソニー純正レンズなのでめちゃめちゃ優秀です。だからもうフォーカスが遅いとかですね、ピントが外れてしまうとか、まあ、そういったトラブルってのはもう使ってる間に1回も起きてないっていう感じですね。でその他こちらにですねクリック感を出す切り替えのスイッチがあります。まあ、絞りをですね調整するときに、まあ、クリック感を出したりとか、まあ、出さないようにしたりとかっていう風にできるスイッチがついてます。あとこちらにちなみにボタンもついてます。こちらがですねフォーカスモードスイッチっていうねボタンになってますね。このスイッチを押した時に何をするかっていうねカスタマイズとかも本体から可能になっています。でもちろんですけど防塵防滴設計になってますので、まあ結構激しい環境とか雨が降っている環境で撮影しても大丈夫ということになります。はい、ということで今日はですねソニー新型のレンズの FEPZ1635mm の F4G ですね、こちらをレビューしてきました。これはですねもうライトに Vlog を撮りたいとか、まあ、ちょっと屋外での撮影をしたいとかっていう用途で、まあ、使いやすいですよっていうところと、まあ、YouTube の撮影とかでも非常に使いやすいです。まあ、そもそも軽量コンパクトで画質がいいっていうところになってくるので、日常使いで常につけっぱなしにしておくレンズとしても、めちゃめちゃ重宝すると思います。まあ、α7-4 に装着してこのサイズ感なので、まあ、これ非常にこれコンパクトなんですよ。個人的にもずっとこのシネマレンズに実はですね憧れがあってですね、なんでかっていうとこのソニーストアに以前行った時にシネマレンズをちょっと触らせてもらったことがあるんですけど、やっぱりその時なんでこのシネマレンズが欲しいなって思ったかっていうと、やっぱりパワーズームなんですよね。まあ、そこによってこれまでにない表現ができそうだなっていう感覚がなんとなくあったので、まあ、シネマレンズすごいいいなと思ったんですけど、まあ、既存のシネマレンズってやっぱり大きいしね結構高いんですけども、まあ、こちらコンパクトで、まあ、価格的にも、まあ、既存のシネマレンズと比べると、まあ、かなり抑えられているものになるので、まあ、一般ユーザー向けに非常に使いやすいレンズになってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ソニーユーザーがこれを手に取って使ってみたら間違いなく気に入ります。はい、ちょっとこれからね発売となりますので、個人的にもこちら予約してね、購入しようと思います。はい、ということで、今日は以上になります。この動画が良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。